13頭収まりました。デビュー戦スタートしました。12番八島、13番ロードマイライフ、8枠2頭好スタート。内からは6番エルプロフェッサー、8番ミランカ、4頭の先行争いに外から9番ジャスパーノワール、行き足ついて9番ジャスパーノワール、8番ミランカ、この2頭の争いに6番のエルプロフェッサー、内から1番の脇のユーチェ、4番手になりました。5番手になった13番のロードマイライフ、内からは11番のカルチャーデーが並んでいきます。2番の名称ハッブルまで1段800切りました。その後ろ6馬身、7馬身相手、3番の SO ライジング、4番のメイケイアリッサム、その後ろ2馬身差、12番のヤシマは後方です。あとは7番のグッドムード、5番のタイガーエルドラドがいて600切りました。10番のテクノドラゴン最高峰、600は34秒0での通過。先行争いは激しくなっていますが、9番ジャスパーノワール、8番ミランカ、内6番エルプロフェッサー、400切りました。その直後に11番カルチャーデー、13番ロードマイライフは外に出して4コーナー、大外2番の名称ハッブル直線に向きました。激戦、内を狙っているのは1番の脇のルーチェ、その後ろ11番のカルチャーデーは進路を探しながら外に出した。残りあと 150m で6番のエルプロフェッサー、外から13番のロードマイライフ、11番のカルチャーデー、前が空いて一気に伸びてきた。11番のカルチャーデーだ、カルチャーデー先頭、13番ロードマイライフ2番手ゴールイン、11番のカルチャーデーデビュー勝ち、13番のロードマイライフ2着、あと3着は6番エルプロフェッサー、2番の名将ハッブル、3着争いは接戦です。